あ、収書。今日は聖土曜日だ。何聖土曜日って。あ、動ける。そして普通になるはいる。セーブしよう。セーブ。え、待って。なんかめっちゃいい空気なんだけど。ちょっとー、これ楽しんでいいの？ルカ、そんなとこにいていいの？人の多い場所は嫌いだ。気分が悪くなる。またお祭りなんだし楽しみましょう。お前みたいな能天気とは体の構造が違うんだ。ほっといてくれ。お前と違って俺は人間だからな。私を何だと思ってるのよ。もうバカなこと言ってないでこっち来なよ。だ、おい、引っ張るなバカ。お、レカが仲間になった。やったぜ。さあどうしよう。とりあえず知ってる顔ぶれに話しかけていくか。なははは、聖土曜日だ。復活徹夜祭だ。おっさん、ビールもう一杯。ペース早くない？何言ってんだ。せっかく飲めるようになったんだ。飲まねえと損だろ。それに何たって今夜は徹夜祭だしな。ほんとお前ってイベントごと大好きだよね。はしゃぎすぎだって。ガキじゃねえんだから。おいおい、今からテンション低くてどうすんだよ。夜は始まったばっかだぜ。レオン、イースターエッグ食べないなら僕がもらうけど。おい、人のもん勝手に止まんな。俺は取っておく派だって言ってんだろ。そうだっけ。なんで意味もなく殴るんだよ。酔ってるね。酔ってるから。酔ってるからなんだね。自覚あるんだ。意味わかんねえ。もう半泣きじゃねえか。愛情の裏返し。ストレス発散だろ。よかった、でも3人も関係元戻って。ふう、運び係もなかなか大変だな。こう毎年働かせちゃたまらん。働かされちゃたまらんよ。この町の住民、行事ごとにだけは妙に力を入れるからな。ここはそういう広場っぽいね。でもなんかね、お祭り広場なのかな。これ火は調べられる。大きなオースターファイヤーが燃えている。あまり近づくと危険だ。オースターファイヤーって何？キャンプファイヤーじゃなくて。あ、フィネちゃん。フィネ、どうしたの？一緒に食べようよ。うん。後でね。少し、行きたいところがあるから、その後。うん。オッケー。あ、いるじゃん、ライニ君。よ、ルイスにリリーちゃん。ルカだ。まさかまた抜け出してきたのか。いいじゃん、祭りくらい。頭が固いな、ルービックは。どんどん離れてくるね、名前が。ルカだ。ルーク。惜しい、絵が足りない。もう楽しんじゃってる。うん、よし、ルークにしよう。決定だ。徹夜祭用にさ、いろいろ持ってきたんだ。ほら、これとかどう？シュバルツカッツェ、お前にぴったりだろう。確かに似合うな。結構だ。黒猫感はあるよね、確かに。ちょっと遠慮するなってルーク。ほらほら。やめろ。あ、それお酒なんだ。知らんよそんなお酒。名前なんてわかんないよ。なんだ、
頭がグラグラする。また帽子取られてるし。あれ、お前いつの間に二人になったんだ。やばいねそれね、視界がもう二重に見えるやつになってるね。お前みたいのがこれ以上増えたらこの世も終わりだな。結構辛辣なこと言うな。おい、言いがかりで失礼なこと言わないでくれるかしら。うん、もうしょうがないな。さっさと帰りましょう。鍵持ってる？うん。お前がさ、怪我なくてよかったよ。何か言った？ちょっと夫婦か、え、夫婦か。もう末永くもう爆発せずにもうなんか幸せに暮らしてください。ほんと超可愛くない？もういやなんかルカ君、ちょ、俺そういうそっち系じゃないんだけどさ、ちょっと可愛く見えちゃうよね。ちょっと可愛く見えちゃうよね。さあこれ帰って大丈夫か、フィネちゃんは。後でか、これ戻れるの？もう少し楽しみ、せっかくだから全員に話しかけていくか。火の近くは危ないから離れなさい。おい紳士、英国紳士かな。最近の若者には珍しく話が合うじゃないか。そうね。あ、妹さん元気？この前3人目が生まれたって聞いたけど。あ、そうなんだよ、可愛いんだこれが。ただしまた女の子でね、これはもう向こうもらうしか。ははは、せちがらいね。おい、ラインハルト君、あんまり動かすと傷が開くんじゃないか。羽目を外すんじゃないよ。分かってるって、大丈夫大丈夫。応急処置が良かったのか、運が良かったのか、そんなに長い入院は必要なさそうなんだ。もうこうして動けるくらいだしね。そうかい、それは本当に運が良かったな。君を運んでくれた黒髪の彼にも感謝しなきゃいかんぞ。してるさ、そりゃ言われなくたってあんたが思ってるよりずっとな。おい、いいとこあんじゃない。ちょっとおい、新学期からの監督生、お前が有力候補だと、お前誰が有力候補だと思う？まずゲニーの野郎は確定だろうな。主席だし、学内で権力を持ってる。あいつか、あいつがこれ以上権力を持ち出したら厄介なことになりそうだな。まああれはあれで悪いやつじゃないと思うよ。でももう一人が読めないな。そこだよな、クルトは監督生はやらないって言ってるし、あ、宣言してるし、レッツェルは論外だし。レッツェル論外なの？ルカ君、エストマンとかどうだ？身の程知らずのエストマンね。ぴったりじゃないか。あいつよく退学にならねえよな。理事長が何とかしたらしいぞ。学校側も不正が表沙汰になるとまずいんだろうな。なるほど、運のいいやつだ。成績はついてこねえみたいだけどな。あー、やっぱ陰口は叩かれてんな。しょうがねえか。復活節野菜ってなんだかんだ夜が、更けたら家に帰るところも多いけど、この町では本当に朝まで徹夜するんだよね。村中が朝まで家を開けることになるから、戸締まるだけはしっかりしておかないとね。あー、なるほど、それは確かに大切だな。ホットワインはいかが？たくさんあるわよ。イースターエッグのチョコレート、普段は明日の復活祭当日に初めて配られるんだけど、今年はうっかり作りすぎちゃったみたいで今夜から配られてるのよね。あー、いいな、チョコエッグ美味しいよね。でもイースター系の祭りってあんまり、そういえば参加とかしたことない。参加あんまりっていうか全くしたことないな。そもそも存在について曖昧な知識しかないんだよね。ねえ、結婚とか実際どうなの？そろそろまずいわよね。ちょっとその話はやめてよ。ほんと切羽詰まってんだから。親戚は頼りにならないし。ふふふ、せちがれえな。ああ、いいとこのお坊ちゃんと結婚して悠々自適な暮らしがしたいな。いいね、そういう理想いいよ。だからさ、こういう時ギムナジウム生のかっこいい男子見つけて声かけておくのよ。外出日は月に一度だし、あとはこういう行事ごいでべべべべべべ、行事ごとしか接する機会ないんだから。
そうね、うまくやってクリスマスパーティーで最上級生のダンス相手になれれば理想よね。あー、やっぱそういうのあんだ。ほら今だ、さっさと声かけろよ。いや俺はいいよ、お前が先に行けよ。なんだよ育児なしだな、僕が見ててやるって言ってんじゃないか。育児なしはどっちだよ。いやでも二人ともこれ実業学校生だよね、多分眼中に入れられてないんじゃないかな。あ、ハンナちゃん、こんばんは。リリーにレッツェル君、確かパート1に出てきたよね。あ、そんだけ。こんばんは、こんばんは。ああ、ムッティの入れてくれた紅茶が飲みたいな。うわ出た金持ち。羊さんかなんかの名前がね。フィネちゃんはまだダメか、ちょセーブしていきましょうかね。全員分話しかけたっぽいし、おいしょ。セーブ。じゃあ街へ戻りましょう、ルカくん家に。お、あ、動けるのか。ちょっとりあえずセーブさせて。とりあえずセーブするよ、よいしょ。これまた会話変わるのかな。あ、同じ人もいるな。あ、ハンナちゃん違うか。あ、フィネじゃない。あ、そんなもんか。そんなもんだよな。まあ、やっぱじゃあこの主要メンバーに話しかけていくか。あ、同じだ。同じ。ずっと聞くことになるから、これちょっと待って。レオ。このやりとりもう一回見るのはさすがにちょっと。長いよ、長い。もうラブラブしないで、イチャイチャ分かったから。イチャイチャ分かったから。ライニ君だろうな、多分。ライニ君。あの、この前は本当にごめんなさい。またその話か。何度も言わせないでくれ、あれは事故だ。君が謝る必要なんてない。でも事故だっつってんだろ。もともと何もかも僕のせいだった。だから怪我したのが僕でよかったんだよ、他じゃなくて。頼むから謝らないでくれ、笑えない話は苦手なんだ。いいやつだなお前、ほんとマジ。まあ、小学生の頃だからちょっとまあやんちゃしちゃったってことだよね。やっぱ好きな女の子にちょっかい出すってのはありますからね。だそれがいじめと取られてね、繋がることもあるから気をつけなきゃいけないよね、やっぱ。見てるか小学生。あ、でもあんま見てないと思うけど、見てたらね気をつけよう、そういうとこ。好きな子にはちゃんとね思いを伝えるべきよ。好きですと、付き合ってくださいと、あわよくば結婚しましょうと、末永く僕と爆発しましょうって言うしかない。じゃあさ、こうしようよ。今までの件の貸し借りはチャラ。僕たちは今初めて出会った。これでこの話はおしまい。その方が楽だ、お互い。それもそうね、ありがとう。ホットワイン飲むかい。ワイン苦手なの。いい関係になったな。ああ、ちょっと待って、ハンナちゃん。ああ違う、あ、マリアちゃんだった。誰やねん。あれマリアちゃんか、最初に会ったのは。もうわからん、私は悪評なんか気にしないけど、ヘタレはちょっとね。え、やんぱあんたみたいな気軽に遊べる男が楽でいいわね。わかるな。マリアちゃん、僕たち相性いいと思うんだ。あら、そうかしら。試してみる？え？ふふふ。待って、冗談だよね。当たり前でしょ。あんたみたいなヘタレに興味ないわよ。ははははは。君って、ほんと容姿と言動が釣り合ってないよね。だって、清楚系が一番釣れるんだもの。釣れるって。女の子って。あ、お兄ちゃん。フィネ。来てたのか。
荷物まとまった？うん、だいたい。え、どういうこと？お兄ちゃん、服役ってどのくらい？そっか、そりゃそうだよね。そうかそうだよね、それはね、窃盗の罪とかいろいろあったわけだから。しばらくは。綺麗だ。あのね、フィネは覚えてないだろうけれど、君が生まれたのはこんなオースターンの夜だったんだよ。あ、復活祭ってオースターンっていうのか。あの年は少し満月が遅くてね、みんな心待ちにしてた。祭りの準備をしてたら大慌てで父さんがかけてきて、連れられてルーテン通りに小さな病院があるだろ。その病室に行ったら君がいた。正直なところ僕は最初怖かった。あんなに小さくて弱いものが人間だって思えなくて、どうしたらいいのかわからなくて。でも僕が恐る恐る手を伸ばしたら、そしたらフィネの小さな手が握り返してくれたんだ。その時に初めて分かった。ああ、生きてるんだって。この子は僕の妹なんだって。そう思ったら、どうしてだか急に嬉しくなって、涙が出てきて、父さんが頭を撫でてくれた。父さんも泣いてるみたいだった。主の復活とともに生まれた聖なる命だ、守っていこうなって父さんが言って。父さんが死んだ時目の前が真っ暗になった。でもふと下を見たらフィネがいて、あの時と同じように小さな力で僕の手を握ってくれて、この手が僕のもうたった一人の妹なんだって。僕が守ってやらなきゃって。店も家族も父さんと同じように、父さんが言ったのを今度は僕がって、ずっと どこで間違ったんだろう。いつの間に間違えていたんだろう。本当にダメなお兄ちゃんでごめんね。お兄ちゃん、見て、懐かしいでしょ。この間見つけたんだ、お父さんからの手紙。読んで。私のもう一人の子供へ。
君には大変な苦労をかけることになった。本当に申し訳ない。これからたくさんの出来事が君たち兄弟を待っている。どうかしっかりと生きてくれ。兄弟二人で。君は私が尊敬するほどひたむきで、しかし時にやりすぎてしまうことがある。だからいつか間違えることもあるだろう。でもそれでいいのだ。そこからまた何かを得ればいい。兄弟お互いが思い合って生きてさえいてくれれば父さんは満足だ。何もかも犠牲にしてずっと一緒にいてくれた。たくさん愛してくれた。あなたのおかげで私、親がいなくて寂しいなんて一度も思ったことなかった。だから私の大好きなお兄ちゃんをダメなんて言わないで。私だって悪かったの。フィネ、うん、分かったよ。そうか、もう10年になるのか。時間どう？そろそろだね。家のことは私一人で何とかやってみるから。悪いな。荷物は持った？うん、問題ないよ。ちゃんとご飯食べるんだよ。うん。お母さんみたい。毎日遅くまで起きてちゃダメだよ。うん、何かあったらすぐに会いに行くから。ありがとう。あとね、それから、それから汽車の時間だ。もう行くよ。そっか。じゃあ、あ、待って。やばい、最後やっぱちょっと来たわ。うわ、いやー、ありがとうございました。ここまで本当に、皆さんここまで、本当にご視聴ありがとうございました。エンディングすげー。
しのべられた右手がとても温かく、扉を開けてさあ踏み出そう、今度は手をつないで、どんな明日にも夢は見るよ、道の大丈夫、きっと二人でいれば。セーブ。トラウマトラウム。あ、水眼の人形。はい、皆さん改めまして本当にここまでご視聴ありがとうございました。これにてトラウマトラウム水眼の人形実況プレイ、終わりとなります。皆さん本当にありがとうございました。いやもう最後良かったな、ちょっとエンディングの絵がさ、もう何、もうなんかやばいっす。特にあのライニ君がさ、最後フィネちゃんになんかこう勉強教えてるみたいなとこあったじゃん、あれやばいわ。はい、ということで、本当にここまでありがとうございました。またどこかでね、詳しい、がっつりした感想をね述べられたらなと思います。本当に素晴らしいゲームでした。ブリキの時計さん、ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。バイバイ。